こんばんは。新流行り紙続きやっていきたいと思います。私たちは竹中新一郎なる人物の住所を確認するとすぐさま車に飛び乗った。その車中で私は関本から聞いた一切を風森さんに伝えた。てめえの実証実験で作ったホラ話が現実にか。そりゃまたすげえ話だな。それで自分の後半を停止させてまで事の顛末を見たかった下心は当然あると思います。でも責任もあるとも言っていました。胸中は複雑というわけか。正直私は関本の心の中なんて推し量れない。純粋な知的好奇心が突き動かしている彼に対して凡人の私が想像できるわけがない。なあ北条、一つ聞きたいんだが、やつはこの現状をどう受け止めていると思うか。完全に憶測ですけど、いいですか。私は言葉を慎重に選ぶためにしばらく思案した。おそらく相当喜んでいると思います。まああいつならそうだろうな。自分が生み出した怪物が現実化して暴れている。捜査機関も翻弄されている。都市伝説としてこれほどスリリングなものはなく、生みの親としては達成感を感じているに違いない。関本のことだから、おそらくその顛末をできるだけ近い場所で見物したいと思っていることだろう。ブラインドマンも関本も同じくらい頭のネジがいかれてる。もし仮にブラインドマンが生みの親、関本総次郎に対面したらどうなるんでしょうか。感動の対面になると思うか。いいえ。そりゃそうだな。きっとにやつく関本総次郎の両目に奴はハサミを突っ込んでいるだろうさ。それから私たちはしばらく無言で車を走らせた。目的地は C 村の外れにある。確か県営の公営住宅地区だ。ただしその地区に人はもうほとんど住んでいないはず。過疎に伴って閉鎖に近い状況に陥っているはずだ。風森さん、現着したらどうします。時間も時間ですし令状もありません。任意で事情聴取というのも。時刻はもう深夜帯に差し掛かろうとしている。普通ならこんな時間に聞き込みにやってくる刑事はいないだろう。万が一重要参考人に匹敵する関わりを持っていたとするならば、警戒して証拠を隠滅する可能性もある。正直勢いで飛び出してしまいましたかね。なあ北条、お前の直感で答えてくれればいいんだけどな。はい、何ですか。やつが尋ねろと言った人物、その竹中何がしか、まともなやつだと思うか。思わず私は押し黙ってしまった。それを察したのか、風森さんは懐に手を突っ込む。もし少しでも嫌な予感がするなら、警棒と手錠の留め金を外していつでも出せるようにしておけ。はい。うえー、ひでえなこりゃ。予想以上ときたもんだ。車から降りた私たちは目の前の光景に目を疑った。同じようなデザインが並ぶ公営住宅地、そのことごとくが荒れ果てている。雑草が無秩序に生い茂り、ここにはしばらく人間が立ち入った様子がないことを物語っている。北条、竹中の家はどこだ。一番奥です。私たちは足音を立てないようにゆっくりと進んでいった。確かあの家です。私は住宅群で一番奥に位置している平屋を指さした。屋内では電気の明かりを灯している様子はない。ひっそりと静まり返っている。もう今晩は寝てしまったのだろうか。私はもう一度竹中新一郎宅を観察した。玄関にはたまった郵便物、外には生活臭を感じる道具が埃だらけになっていた。
窓から覗くカーテンは半開きだ。雨戸は閉じられていない。風森さんは慎重に近づいて窓から中を覗き込んだ。風森さん、何が見えるんですか？ああ、クソが。宝条、応援を呼べ。突然大声を出した風森さんが玄関にかじりついた。戸を開けようとしたが開かない。竹中さん、竹中さん、警察です。ここを開けてください。開けろっての。チッ。彼は何のためらいもなく警棒を取り出して窓ガラスを割り、クレセントを上げて開錠した。その瞬間、室内に溜まっていたよどんだ空気が一気に外に流れ出した。同時に大量のコバエが暴れ出す。むせ返る埃の匂い、それに何とも言えない腐敗臭がブレンドされている。生ゴミか何かを放置させたのかと錯覚させられた。私と片森さんは車から持参してきた懐中電灯で室内を照らした。するとそこには、うん、死体は3体だ。老いた男女と比較的若い男が1人。おそらく若い方が竹中慎一郎なのだろう。高い湿度のせいで床に接している皮膚はすでに紫色に変色し、腐敗が進行していた。これ幸いと無数のウジが体をついばんで丸々と太っていた。一部には白骨が見えている部分もある。私は思わず胃液が逆流してくる。だが現場を荒らすわけにはいかないと必死に飲み込んだ。宝条、まただ。彼が懐中電灯で照らした先を見つめると被害者たちの顔だ。死後相当な時間が経っているのは明らかだ。死体の様子から察するに両眼をひどく傷つけられている。事実、すぐそばに血で錆びたハサミが転がっていた。そしてかすかに開いた口からは舌が切り取られた痕跡があった。ブラインドマン。これで3組目。いや、放置されて相当時間が経っている。おそらくこいつらが一番最初に殺されたんだ。クソが。わかるか宝条、ブラインドマンは俺たちが気づくずっと前からこの村に潜んでいやがったってことなんだよ。俺たちはずっと気づかずにいた。異常な殺しをやってのけるクソ野郎の気配を。風森さんがひとしきり毒づいていたその時、応援が駆けつけたことを示すサイレンの音が聞こえてきた。もしも竹中慎一郎が生存していたら、おそらく一気に事件の核心に迫れたことだろう。だがこの過疎のさびれた村に潜む怪物は私たちの動きを予測していたかのようにその可能性を握りつぶした。しかも遥か昔からさぞや奴は愉快で仕方がないだろう。よもや私はこんな展開になるとは思っていなかった。駆けつけた捜査一課の面々に私たちは状況を伝えた。そのまま初動捜査が展開する。把握している状況を伝えるだけ伝えると私たちの存在は無視された。通りがかった一課の課長からもう帰っていいと言われた時、風森さんは手柄を横取りするハイエナ目と口汚く毒づいた。現場から戻ってきた私たちは即座に机に突っ伏した。ほどなくしてぐっすりと眠り込む。それから何時間経ったのかわからないが、体をゆすって起こされた。
気がついて最初に目に入ったのは、心配そうに気遣う黒田課長と美鈴だった。あ、すいません。おはようございます。ふわあ、昨日は散々だった。私たちはノロノロと立ち上がって体を伸ばす。二人とも昨日はご苦労様。話は聞いているよ。あれから進展があったんだ。山道で発見された被害者の身元が割れましたよ。被害者の名前は渡里久瑠美、年齢は78歳、住所は理事長が自殺したという例の福祉施設なんだよね。死因は両目にハサミを突き刺されたことによるショック死。最初の被害者と同じってわけだね。現在捜査一課が周辺の聞き取りをかけているようです。そして君たちが公営住宅地区で発見した3人の遺体の身元も確認できました。1人目は竹中幸三、58歳、2人目はその妻である竹中千鶴子、55歳、そして3人目は竹中慎一郎、28歳、職業は不詳。一気に4人も増えたってわけか。田村に比べると随分と身元の割り出しが早いな。それは彼女に説明してもらおうか。立花君、お願いできるかな。わかりました。今回は特定作業は簡単でした。田村さんとは違って歯もあったし、何より発見現場が被害者の自宅でしたから。渡里久瑠美の場合は地域課に顔を知っていた人がいたことと、裏付けのために施設から採取した指紋が一致したことが決め手だったわ。竹中一家に関してもほぼ同じ。構造は元勤務先から入手した顔写真から、妻の千鶴子は歯の治療痕から、そして息子の慎一郎に関してはついさっき関本に写真で確認したわ。あの痛ましい遺体を彼は確認したのか。その胸中は複雑だっただろう。あの、彼は竹中慎一郎のことを何か言っていた？苦笑してた。まさかこんな形で再会するなんて、とね。そう、確か例の都市伝説のルフ実験の途中で行方不明になって以来だ。苦笑なんかしてニヒルさを装っているのかもしれないが、その本心はどういうものなのかが引っかかる。私からは以上だけど、何か質問はある？犯人につながる情報はあったの？鑑識作業で何か出なかった？今のところ凶器のハサミは回収されたくらい。質量分析機にかけたけど、これといったものはまだ。強いて言うなら、ハサミはすべて量産品。どこにでも売っているものだから、この線から犯人に近づくのは無理ね。くそ、何か突破口があれば。落ち着いてください。感情が高ぶっても事件は解決しませんよ。俺たちが右往左往してる様を、犯人がどこかで高笑いしてる気がするんだよ。イライラせずにいられっか。私たちの本音を言葉は汚いが、風森さんが的確に表現する。確かに振り回されているのは事実だ。しかも犯人にとって関本総二郎の存在は予想外のはずなのに、先々の展開を読み切っているかのようだ。そう、ブラインドマンは親心が分かっている。ただし鑑識作業は完了していないし、検視作業も進んでいる。新たな手がかりを得られる可能性はゼロじゃない。そして美鈴の説明は続く。鑑識は被害者の衣服に微細な痕跡がないか引き続き精密分析を続けている。もし殺害時に加害者と肉体的な接触があれば、何らかの組織片が得られるかもしれないと。現場の私たちが断定するのは危険だけど、一連の犯行が同一犯じゃない可能性だって残されているのよ。いや、さすがに同じものの犯行じゃないのかな。あんな殺し方、別々の犯行とは考えにくいよ。あ、黒田課長の一言で我に返った。別々のものの犯行、その可能性はあるかもしれない。なんだ北条君、どうしたんだい。美鈴の言う通りです。別々のものの可能性は今は否定できません。どうしてだ。
そこまで言うのなら何か根拠があるんだろう。はい、その最も大きな理由ですが、殺し方がずさん、全裸じゃない、歯が残っている。まあ、これ2回目あまりにも噛みすぎたので2回目なんですけど、歯が残っている、歯が残っている。そうだな、今回は被害者に歯が残っていた。それがどうしたんだ、身元特定作業の話か。いいえ、違います。最初の事件の被害者である田村さんは全ての歯が抜かれていました。ええ、ご丁寧にも刺し歯や銀歯も。口の中にあったのは舌だけだった。それは資料にも記載済みよね。強烈な執念を感じないんです、今回に関しては特に。どういうことだよ。私は最初の事件資料を取り出して机の上に広げた。全員それらの資料を覗き込む。最初の事件現場に関しては変質的なものを随所に感じられました。歯が全部抜かれていること、被害者は全裸で遺留品はなかったこと、そして両目をハサミで貫かれて殺されているということ。発見場所だってそうです、新村を横断する沢に行き、まるで廃棄物のような扱いです。そこまでのしつこさを持って自分の殺意を昇華させた犯人なのに、今回は実にあっさりしていませんか。あっさりって表現がいいかわからんが、確かに身元特定までスムーズだったな。おまけに今朝からマスコミもうろつき始めている。もともと静かな村だったここもやや混乱しているわ。明らかに何かが違うんです。ブラインドマンなどと印象的な言葉が飛び交っているために本質を見失いかねないのですが、最初の事件と昨日の一連の事件は決定的に何かが違っています。ただしその正体は何かはわからない。状況からできるだけ読み取れるのはここまでが限界だ。悔しいのは、だからといって一気にブラインドマンの正体に迫ることはできないということ。だがその思想の片鱗を解き明かすことができた気がした。まあ何にせよ、まだまだ見つけなきゃならないことがたんまりあるってことだ。ああ面倒だ面倒だ。そう言って風森さんは机に広げられた資料に目を通す。つられて私も眺めたが、ある資料に目が止まった。それは鑑識が撮影した現場写真だった。遺体の状況を詳細に記録するため撮影するのはよくある。だが私が目を留めたのはそれではなく別の写真だった。非常線に肉薄しているやじ馬たち。ねえ美鈴、この写真は何？ああそれ、現場に詰めかけたマスコミたちの写真よ。普通なら殺しの現場だと必要ないんだけどね。我が物顔で鬱陶しいもんだな、あいつら俺たちの捜査の邪魔しかしねえ。風森さんのぼやき通り、カメラを下げた記者たちの姿が大半だ。少しでも情報を取って最新のニュースに載せようと目が血走っている。だが私が気になったのは、その背後でおとなしく立っている村人たちだ。連続放火現場ではこういう写真が役に立つって聞いたことがあるけど。そう、放火犯って自己顕示欲が強い傾向があって、現場の混乱を見に来る場合があるからね。私が撮影したのは習慣になっちゃったから役に立ったことはないんだけど。最初の上司が口ずっぱく教育してくれた賜物ね。現場のすべてを取り漏らすな。怠慢が何よりの捜査妨害だってね。美鈴の話を聞きながら、私は他のやじ馬の写真にも手を伸ばす。渡りくるみの現場に群がるやじ馬、竹中一家惨殺の初動捜査を見守るやじ馬、そして田村さんの事件捜査に群がるやじ馬の写真。あ、ちょっと待って、この人だけが全ての現場にいる。え、どれどれ。
私は何枚かの写真を並べて、ある人物を指さした。締まりのない顔をしている小太りの男性だ。あ、本当だ。よっぽど暇なのか。ん？ちょっと待てよ。こいつは。ん？どれどれ？私にも見せて。ん？黒田課長は写真を一枚に手に取ってじっくりと観察した。やがて、あっと小さく声を上げて何かに気づく。北条君、私はこの人を知ってますよ。金谷さんとこの坊ちゃんでしょ？そうだよ。金谷。金谷だ。金谷ひろむじゃねえか、これ。風森さんもこの人物のことを知っているらしい。彼はどんな人なんですか？この村の地主さんとこの一人息子だよ。でもちょっと面倒な人でね。黒田課長は言葉を濁す。じれったく思ったのか、風森さんがその話を引き継いだ。こいつは徳内の専門学校を卒業してからこっちに戻ってきたんだよ。就職に失敗してずっと無職だ。こいつには気をつけた方がいいぞ。とにかくへりくつが面倒なんだよ。ネットに毒されてケチをつけることしか考えてねえ。私はもう一度彼の顔を見つめた。円形で写っているためはっきりとは断言できないが、彼はどこかほくそ笑んでいるように見えた。それに気づいた私たちは全員で顔を見合わせた。怪しい。白か黒かはわからないけど、グレーとするなら納得ね。同感です。怪しい。そう思いませんか、黒田課長。いや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 、ちょっと待ってよ。いくらなんでも現場で野次馬をしていたからって、それで聴取はかけられないでしょう。ガサ状を取って強引に持っていけるわけもない。だって彼はただ各現場にまめに通っていただけなんだから。人道で構わんでしょ。まずは感触を確かめたいんすよ。奴は用意周到で神経質な性格だ。もたもたしていると証拠隠滅をしでかすっしょ。余計ダメだって。うちはあくまでも応援の特らかだよ。捜査一課に提供して彼らに任せようよ。どうせあいつらは俺らの情報提供なんか無視するに決まってるでしょ。ほら北条、お前からも言えって。黒田課長、やらせてください。風森さんは私が抑えます。ごたつかせません。しかしだよ、やはり空振りならば問題はありません。もしこれで何か取っかかりをつかめたら監視体制に入ります。北条くん、本当に大丈夫？はい、本当に大丈夫かと問われれば完全な自信なんてあるはずがない。でも私はその可能性にかけてみたい。わかった、行ってきなさい。ただし慎重にことを進めること、それが私との約束だ。いいね。はい、と私と風森さんは同時に威勢のいい返事をした。